オビト、ありがとう。お前に借りたこの力で、あいつらを、世界を守る。この力、生でもしない。まずは一本。次だ。限界が近いようだ。だがさすがのやつも
あれだけダメージを与えれば。え、何あれ。あれってば、俺の後ろの弾か。でも大きさが違いすぎる。あれは、大丈夫かい母さん。もう俺の声は届いていない。まさかこんな母さんを見ることになるとは。わらわはチャクラの層、分散したチャクラどもなどに。あ、何？上だ。落下し始めたのか。チャクラを一つに。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。つまるところ、忍びという歴史の終わりだ。ナルト、サスケ、サクラ、ヤツの言う終わりの道とやらを歩く気は。これっぽっちも。当然だ。忍びの歴史ってのは、いろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。忍びの歴史は俺たちで守り抜く。忍び風情がいくら吠えようが、貴様らに未来はない。消えよ。これで最後だ。やるぜサスケ、さくらちゃん。うん。行け。小さなチャクラどもが、わらわを、わらわをなめるな。母様、車、移住、惑星の戦士力。なんてさっきを。ここまで来てひるむかよ。任せて。しぶとい、なかなか倒れねえ。話す暇があったら奴を攻撃しろ。遅い。もう残された時間は少ないんだぞ。残された時間は少ない。防御より攻撃、攻めるわよ。おくそー。飛べ。これで始末できる。くそー。これでどうだ。母さんがここまで。何なんだよお前たち。どこにこんな力を。てめえは俺たちを甘く見すぎなんだよ。忍びなめんじゃねえぞ。急いで、もう黒いのが目の前に。分かってる。まだ。ナルト、準備はいいな。ああ you
祖であるわらわがこのような分散したチャクラどもに敗れるとは。なんていうのかな、お前らの第一印象は嫌いだ。今のお前らは大好きだ。行くぞ！行くぞ！しまった！